ヒレだけヒレね。お腹もいっぱいブラッシングできるといいのにね、ジャック。チカ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 。いい子だね。ほっぺほっぺ。失礼いたします。はい。さて、アンジュちゃんも出る？アンジュちゃんは出ない。あれよ。強いよね、あの引く力っていうかおもちゃを引っ張る力もね。
いちゃんから。で要求が、なんかさ、泣き方が発情期っぽいの。そうなんだよね。なんかね。でもなんか違うんだよね。まだ4ヶ月半だし、あとは特に、発情期。なでなでしたり遊んだりすると全然あれになるから。泣き方は確かに発情期じゃなくて初恋期かな、なんかなんかわからないけど、みんちゃんくんとかさ、しおんくんとか全然相手にしないからさ、なんで邪魔に来るの君。僕はって言ってる。はい、取りました。こっちね。チャコちゃんは、昨日あたりからですね、あまりにもよくこうワンワン泣くのでですね、指を入れて撫で始めたら、撫でられるのが だいぶ好きになったようです。時々でも噛みます。はい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 、はい、でこっちこっちこちこちこち、よしよしよし、はい、アンズちゃんが、なでなでのペースが割とゆっくりで、ちゃんと起きてる時になでようとするとやっぱ、ね、逃げてしまうので、今は寝込みを襲うしかないですね。寝てる時になでられると少しいい感じだね。もしもチャコちゃんの方が、なでなでとか抱っことかが、スムーズにいった場合ですね、27日かのに間に合うのかどうか、21か21だともうあんまり日がないのか、
11だから10日しかないと。10日の間に絶対大丈夫っていう感じになるのはちょっと難しいかね。そうすると2月かな。まあできるだけたくさん撫でて、あのケージの扉を開けても逃げないような感じになってくれば抱っこは早いかなと思うんだけど、今まだこうやってケージの外からなでなでっていう感じなのでですね、でもだいぶ気持ちよさそうなんだけどね。若いエネルギーが有り余ってんのかい。あんずちゃんも、もうじゃあ遊んで疲れさせるしかないね。疲れないのか。はい、真ん中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 。真ん中ちゃんは指でも逃げますね。ご飯だよ。